にゃにゃん。こちらがですね、にゃんにゃん語で書かれているので、主人様たちに。すごい。今に至りますね。以上。スメイ。おいしくなれ、うーにゃんにゃん。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、今日はですね、私のチャンネル登録者の大輝さんと一緒に秋葉原のメイドカフェに来ました。どんな人が来るのかな。では改めまして、ご主人様お出迎えありがとうございます。本日の案内を担当しますウニって言います。はい、ではまずはじめにこちらのご案内用紙を使ってご案内をしていきたいんですが、こちらがですね、にゃんにゃん語で書かれているので、ご主人様たち、ご主人様までにゃんにゃん語わからないですよね。はい、わからないですよね。教えてほしいな。私がご主人様たちがにゃんにゃん語理解できるようになるために魔法をかけていきたいんですけど、おけにゃんでしょうか。おけにゃん。ありがとうにゃんね、おけにゃん。おけにゃん。では私がいいよっていうまで目を皆さんつぶっててください。うん、大丈夫。はい、お、バッチリ魔法がかかった証拠です。わはい。では私たちもともと猫ちゃんで野良猫ちゃんだったんですけど、野良猫時代に人間のご主人様、お嬢様に助けていただいて、そのご恩をお返しするために今メイドさんの姿に立って、神様が作ったここ秋葉絶対領域でお給仕をしてます。次、大領域に行ってたくさんあるんですけど、大事なところを2つ紹介します。1つ目が、私たちメイドちゃん、人間さんに触れられてしまうと魔法が解けて元の猫ちゃんの姿に戻ってしまいます。お給仕ができなくなってしまうので触れないようにお願いいたします。これで説明が終わってしまうんですけど、おけにゃんにゃんですか、おけにゃんにゃんですか、半分にゃんにゃんです、半分にゃんにゃん。ちょっとわからないことがあったら聞いてくれると嬉しいです。メニューが決まったり、私たちメイドちゃんを呼びたいよっていう時、すいませんだと私たち猫ちゃんなので理解できません。なのでご主人様たち、可愛く大きな声でにゃんにゃんって呼んでください。おけにゃんですか。にゃんにゃん、ありがとうございます。では可愛いにゃんにゃんお待ちしてます。にゃんにゃん、にゃんにゃん、にゃんにゃん、はい、にゃん、すごい、今に至りますね。以上、すごい、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。おお、これ本物のスズキだ。そうですね、そうですね、来ました。でも忠実に、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、おまじないかけて、もえもえ、どうですか。ちょっとお待ちください。大丈夫です。はい、大丈夫です。ありがとうございます。よく大丈夫ですか。ここは大丈夫です。はい、せーの、おいしくなれ、うーにゃんにゃん。ありがとうございます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 。猫ちゃんでーす。スヌピでーす。イエーイ。美味しくいただきます。はい、いただきます。いや、食べるのが美味しいですね、これ。そうなんですよ。スヌピをどこを食べる？一応。次回だ。まあ、うん。ちょっとあれですね。うん。うん、うん、美味しい、美味しい。めっちゃ幸せそうな顔してる私。いいですよ、これがいいですよ。うん、
半分食べちゃったんですね。半分ちょっと食べちゃいました。大丈夫です。美味しいです。味はどうですか？ちんちゃましそうよ。ちんちゃましそうよ。ちんちゃましそうよ。あの、今言葉の3分の2は分かるけど、3分の1は分かるでしょ。僕も分かってない。あ、そうですか。だいたい声は分かるのにゃんにゃん語ですか？にゃんにゃん。そういうことでしょ。これちょっと血が回らない、血が回らない、こうして、ま、押しているからちょっと血が回らない。なんだったっけ、おいしくなれ、おいしくなれ、うーにゃんにゃん。あ、この中で選びます。誰と、そしたらこちらの方でお写真撮影。ありがとうございます。ありがとうございます。美味しかったにゃん、せーの、美味しかったにゃん、ありがとうございます。あ、はい、ありがとうございます。にゃーん、おー、ありがとうございます。ありがとうございます。一番下に一緒に映ってるメイドちゃんのツイッターの ID が書いてあるので、ぜひ投稿してくれると嬉しい。美味しかったですか？めっちゃ美味しかった。では一緒に美味しかったにゃーんって言ってください。せーの、美味しかったにゃーん、ありがとうにゃーんです。ぶら下げちゃいます。はい、ありがとうございます。いやー、めっちゃめっちゃ笑ってる。もうこの写真ちょっと見せたくないな。私の顔からこんな素敵な笑顔が出られるなんて、自分でびっくり。自分でびっくり。いやー、この顔が私の顔から出ることはできるのか。プロだ、プロだ。わちゃんの絶対領域が見えちゃうので、ありがとうございます。では一緒に美味しくなってね、はい、ねえぜって言ってください。美味しくなってねハートを書いて、また来てにゃーん、ハートを書いてお願い。可愛く、せーの、美味しくなってね、お願い。ありがとうにゃーん。はい、ありがとうございます。わー、絶対領域が見えてきます。あの、絶対領域っていうのは違い、あの、教えます。あの、スカートと靴下の間の素足が見える部分のことを言う。これが絶対領域、絶対領域という、これは秋葉原の言葉です。あ、なるほど、はい。じゃん、あー、これが絶対領域ですね。そうです、そうです。